リニア中央新幹線の静岡工区をめぐる大井川の水問題について、2つの市民団体が、全量戻しの方策の説明などを引き続き、JR 東海に求める要望書を静岡県に提出しました。リニア中央新幹線静岡工区に関する要望書を提出します。 午前静岡県に対して要望書では JR 東海に対してこれまでどおり実現可能な全量戻しの方策についての科学的・工学的な説明を求め続けることや大井川流域自治体との連携強化のため流域自治体に対して 静岡県専門部会へのオブザーバー参加を求めることなどを訴えていますこれに対し静岡県は県民の懸念に対してしっかり答えられる状況になるまで JR 東海としっかり対話していくと回答しましたまた JR 東海が計画しているボーリングについては喫緊の課題だとして早期に県の専門部会を開き JR 東海と対話したいとしています専門部会2時間級の会議が繰り返される中で、やはり状況をしっかりつかみきれないうちに、どんどんことが進んでいくように見えて、その危機感から何かアクションをしようということになり、今回、のの要望書を流域首長と、それから県へ提出することとしました。